境界知能に気づく場面5つ境界知能は IQ70 から84の障害までいかない知的機能の困難です大人まで気づかれないことも多いですが次の5つの場面などで気づかれます1頑張っても成績が上がらない勉強を頑張ってもいい成績が出ないことが続き同級生にバカにされる場面も時に発生します2会話についていけない特に速度が速く内容が移り変わる会話においてついていくことができず時に混乱が生じます3 仕事を覚えられない。仕事を他の人のように覚えることがうまくできず叱責されるなどして不適応になることがあります。4日常のことができない掃除や洗濯など日常のことが入り組んでくると対応することができず時に生活に困難が生じます。5大きなな判断がうまくいかない。か入り組んだ内容の大きな判断が困難で先送りにしてしまうか判断を誤り公開することが見られます。